自信のほどは。自信プレゼントに自信とかあるんか。あるでしょう。あるか。こいつのこと分かってんぜポイント。あ、まあそういう意味で言うと今日俺はもうぶっちぎりで1位しか取れる予感しかない。俺はなるべくなんだろう、みんなの生活の邪魔にならない、なんだろう、しっかりとアイテムでね、そう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 、はい、ものにしました。めいちゃん先生はなんか、俺はサンタさんになりました。おきます。はいはい、まあ、説明しますとね、これね今日夕方ぐらいに届いたのよ、はあ、音もなく、もう、はいはい、配達員さんのピンポンもなく玄関に置かれてて、はい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 、配達員さんもまあきっと何か察したと思うんですよ。だからこっそり置いてったんだと思うんですけど、まああれがついてないんですよ、配達の紙が、うん、もう荒木さんへしか書いてない、ね、もしかして直送りそれ。あ、そういうことなんかな。これ配達員で、お前リアルサンタもしかして来たってこと、もしかして お前夕方から来たってこと、もしかして。お前笑ってんじゃねえよ、一番怖えよそれが。あー、なるほど、そういうことだったの。直で来たんや。ないわないわ、俺のやつもないわ。嘘だろお前。あ、今気づいた、そういうことね。あ、直で来たのか。あ、サンタってそういうことなのね。怖すぎるわ、それは。あー、すごい。サンタさんなんだよ。写真中身撮ったんでね、そちら見てもらえれば。はい、ではどうぞ。はい。何その。終わってるよ、それは。いや、ライン越えだよ、それは。やっていいことと悪いことがあるからね。終わってるよ、うん、普通にやってること。これをそのまま荒木さんの家の前まで持ってきて置いて帰るっていうのが一番怖いよ。めっちゃ怖い、今にして思うと。右側めちゃんのソロ写真しかないから、これなんだそのアラメイコルクボード。これは入ってた俺の。いや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 、こんなんが荒木さんなわけないだろ。もうすごいよ、子供の時の写真とかあるからね、めいちゃん。なんでこの右下のグロいの。なんでこの右下の黒いのに挟まれたかっこいいの。これもうこの付箋なんなのこれ。メッセージメッセージメッセージ、緑で荒木さんで、あ、ピンクにメリクリ2022、下のあの青が白飛びしすぎじゃない。なんで文句言ってんの人の写真。下の黄色がねえ知ってる、まべしばおる、もしかして。ここ怖いよね、ここら辺からな、うんうん、で次右のオレンジが、3×5+2 は17か、うん、17、うん、それが何って感じするよね。はい、どういうことなんだ。終わりなの。終わり終わり。怖すぎ。17が何なのそれ。その上の黄色がニョー、ね、ニョー、ニョー何。え、俺この漢字書くとき結構好きなんですよ。いや知らん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 。書いてて気持ちいい漢字はあるけど知らんよ。怖い、怖すぎる。これ飾ってください荒木さん。これをこの1週間で作ったと思うと、なんかそんなリハもいっぱいやってる中、なんかすごいよな。これリハーサル持ってって休憩中とか作ってました。本当に怖いよそれは。いや、ヒヒヒヒヒ、怖いって。それが一番。ちょっとでもいいから面白いでしょみたいな顔して、声出して、本気の感じやめて。そう、ファンが作って家に置いて嬉しいなーのやつじゃん。そっか、これファンが作るやつか。うん、そうで、なんか例えばなんだろう、バーベキューの2人とかの写真とかならわかるけどさ、はいはいはい、これは結構キモいよ普通に。なんでよー、なんでよ、こっちがなんでよ。なんで、いや怖いこの人。めいちゃんからなるせ。はい、メリークリスマス。ん、鍵じゃん。当て先も書いてない紙になるせって4文字書いてて、うん、まあ A4 より大きいかなぐらいのやつですね。今手元にあって、めいちゃんからの指令で、あの今あ開けんなと、中は配信中に開けろと。なるほど、はいはい、いいね、盛り上がってきたね。
開けたくないです。成瀬くん、開けてみて。開けます。はい、嘘だろお前。どっちで、え、本当に言ってんのこれ。ちょっと待ってね。何が一枚じゃない。はぁ、あ、嘘だろお前。マジ言ってる。終わった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 。ちょっと待って、これ写真撮る写真撮る写真撮る。今んとこ何も分かってないが、怖さだけは、怖さメーターだけどんどん上がっていくな。え、嘘だろ。いや、ふーじゃなくて嘘だろ。ふー。え、タントじゃねえかお前これ。なんお前ピンタンもしかしてこれ。いや、ガーじゃなくて、いや怖い。え、やめて。ねえ、3人同じ車に乗ろうよ。じゃあいいじゃん。お、いいじゃん。え、3人でなんか買います？同じの。3人で同じの買う。3人でタント買う。タントなんでタント。え、めっちゃよくないですか。で、俺がオレンジのタントで、ナルセがピンクの。もうマジで終わってる。リアルな話、まあその、うんうん、車種は控えてほしいですけど、今、俺乗ってるのってまあまあでかいのよ。うん、いらないのよ、もう一人しか乗らないから。なるほどね。だからあのもう売っ払っちゃってタントとかでいいなって。まあ、ね、小型車というか。成瀬乗ってたやつじゃ欲しいです。なんでだよ、ふざけんなよそれは。意味がわからん。いいよ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 。え、何これ、これは何、嘘だろ、怖っ。え、何しとんねん。書いてるのが荒木、はい、めいちゃん、なるせ、ドキドキなるせ号。はい。っていう絵でしょ、これは。絵が描いてあって、写真は3枚入ってて、正面と横と後ろと3枚入ってて、ナンバーが隠されてる感じだね。怖っ、うん、本当はね、今日ね、うん、お家の前に止めといてあげようかなと思ったんですちょっと間に合わなかった、もしかして。ちょっとね、納車が間に合わなかったな。納車、嘘だろお前、本当にやめてくれよ。いらないってねえ。いらないの、しかも。ちょっと待って、これお前、しかもこれ何年の担当だよこれ。結構古そうな。だって欲しいって LINE でめっちゃ言ってたじゃん、ピンクの担当。終わった、言ってねえし、ピンクの担当なんて。欲しいって言ってたよ。いや、俺言ったの、皆さん担当買いませんかって。ああ、俺買おうと思うんですけど、まあね、お二人これ本当に買えますかって。ちゃんめいちゃん怖いんですけど、嘘だろこれ。え、俺マジで買おうかな、くさって言ってたよ。そこまでじゃん、まだそこまでじゃん。それは欲しいもんあげるんでしょ、だって。まあそう、確かにサンタさんに願ってたかもな俺は。欲しいものあげるんだったら俺のコルクボード何じゃ